この曲は結構盛り上げる感じの曲で、今まで私が何回も歌ってきた歌です。かさぶたって皆さん知ってますか？知らないねこの反応知らないね。かさぶたっていう曲があるんですよ。これをね、結構皆さん声出して、あーちゅ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 、なんか出たよ、なんか出たよ、あーオーケ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 ー、セトリを間違えたよ、セトリを間違えたよ、ごめんごめん、エールっていう曲でした、ごめんなさい、エールの次にかさぶたあった。ちょっとね、曲数が多すぎてまだ覚えてないよね。エールっていう歌を次歌います。で、この歌皆さんあんまり聞いたことないと思います。なんでかっていうと、コスモス時代、私がユニットをまだ組んでた時代ですね、の頃のオリジナル曲なんですよ。コスモス解散したからね、それから歌ってなかったエールっていう歌を歌いたいと思います。元相方が作詞をしてる歌で、人魚姫をモチーフに歌った歌です。結構そこら辺の歌詞をね、結構相方を作り込む方だったので、そこら辺も考えながらエールっていう歌を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、エール。供養したかはお任せでいいので、聞いてください。こういうこともあるよねかさぶたです、かさぶたを。
歌わせていただきますが、さっきはねちょっと違う曲が流れました。かさぶたっていう曲はおいおいも言えるし、アスカも言えるし、おーも言えるし、はいせーのも言える、はいせーのも言える5つ前のライブで叩けたはいせーの入れにくいはいせーのっていうのもね入れれますんでね、ぜひそこら辺皆さんならきっとできる、空気はきっとみんなならその愛の手を入れられるはずだというわけで OK かな、準備はまだダメかな、 OK、 待って、あ、OK、 もうちょっと時間かかるようです。ただね、 OK、 OK、 あ、 OK、 OK、 待ってだと思った OK だったではすいません。